皆さんはじめまして。兵庫県にある光の子供クリスチャンスクールの教師、北山亮です。今回は全国チャーチ&ホームスクール合同大会についてプレーズニュースをお伝えします。2024年1月17日にグッドサマリタンチャーチを会場に開催いたしました。対象は全国の主の教育に関わる全ての人、関心のある方々です。北海道から沖縄まで全国各地のホームスクーラーやチャーチスクールに通う小学生から高校生、これらに関わる多くの方々が集まっての大会でした。全国大会を主催するのは初めてのことでしたが、きっかけとなった大会があります。それは2023年1月に開催されたチャーチスクール大会です。全国のチャーチスクール生が一つとなって賛美する姿や交わりをする姿の麗しさに心が動かされました。このつながりがやがて日本のクリスチャン界を大きく成長させ、主を恐れる者がさらに増え広がっていく新たな希望が見えました。これらのことから箴言22章6節の御言葉、若者をその行く道にふさわしく教育せよをテーマ聖句として、主の教育をするホームスクールとチャーチスクール、またこれらに関わる全ての人が集まることのできる全国大会を開催いたしました。当日のプログラムは、午前に礼拝、交流プログラム、賛美集会、昼食を挟んで午後は文化会、分かち合いの流れでした。午前のプログラムは全国のチャーチスクール生で構成された賛美チームによる礼拝から始まりました。練習も30分のみと限られていましたが、以前から一緒に賛美をしていたかのような一致がありました。メッセージはグッドサマリタンチャーチ牧師の金子道人先生がヨハネ6章から一人一人に神様に仕える大きな働きがあることを語ってくださいました。交流プログラムではチャーチスクール自慢3ポイントといったタイトルで、全国のチャーチスクールのうち5校の生徒がそれぞれのスクールを紹介しました。各校の色が出てとても面白かったです。またゲーム大会では沖縄の生徒が聖書人物ビンゴとパパイヤじゃんけんを楽しく導いてくれました。賛美集会は光の子供のダンスチームによるオープニングで始まりました。賛美は社員チャーチ牧師の中山雄太先生が導いてくださり、全国のチャーチスクール教師がそれぞれに与えられた賜物を用いてバンドを組み、主に礼拝を捧げることができました。メッセージは中山雄太先生が箴言3章6節から行く道すべてにおいて主を知るために神様と信頼関係を築くことの大切さや信仰の励ましを語ってくださいました。午後の文化会では大人を対象にグッドサマリタンチャーチ牧師の青木康彦先生が主の教育について講義、金子道人先生が今後の教育についてディスカッションを導いてくださいました。中高生には中山雄太先生が礼拝者について語ってくださり、小学生はドッジボールや鬼ごっこで体を動かして遊びました。最後にはそれぞれが受けた恵みを分かち合い、盛りだくさんのプログラムが終了しました。今回の大会に参加された方からは、多くの学びや祝福があり、考えさせられることも多かったので、自分自身が成長できる機会となりました。たくさんの恵みを受けました。ますます高校生たちが主のものとされていくように祈ります、などの感想をいただきました。神様の恵みと守りの中で兄弟たちが一つとなり、共に住む幸せと楽しさを味わうことのできる大会となり、涙が溢れるほどの感動を味わうことができました。今回の大会全体を通して、それぞれの役割と賜物が輝いた大会だったと感じました。キリストの体としてそれぞれが各機関となって役割を果たし、与えられた賜物を用いて共に礼拝を捧げ、このつながりがさらに強くなったことを確信しました。多くの人は神様が与えてくださった賜物を地に埋めようとしてしまいます。私自身もそのうちの一人でした。しかしその賜物を地に埋めることなく神様のために用いるとき、
主は祝福してくださり、油を注いでくださることを改めて実感しました。全国のチャーチスクール教師とホームスクールのリーダーが一致して主の教育をするとき、全国の生徒も一致することで、次世代が日本を動かすような働きを担っていくことを確信しています。日本のリバイバルは次世代を育てる主の教育からも始まることを期待し、信じて活動を続けていきます。ぜひ皆さんも一緒に与えられた賜物を用いて次世代を育てる働きをしていきましょう。以上、兵庫県から北山亮がレポートいたしました。祝福がありますように。シャローム。